ねずってまめちゃんです。今日はですね、ユニバーまめちゃんツアーをやります。イエーイ。ということで、ね、私の、ね、この TV ではこれからもユニバーのいろんな動画を上げるんで、ねねちゃんへということで、評価コメントお願いします。で、今回もこさんはまめちゃんツアーに招待されました。あ、そうなん。そう、リコのまめちゃんツアー簡単でたら、うん、パークを一周しながら目に入れたものに関する豆知識を言うっていうね、ツアーです。そうだ、楽しい、それめちゃくちゃ楽しいと思う。分かった。今回ほんまにね、ほぼノープランでちょっとやっていくから、でもこの動画を見たらもうユニバでもっとね、楽しくなるんで、ぜひね、また楽しんでください。はい。で、僕らパークぐるっと一周しようか。うん、やってないと行ってきます。はい。で、まずはですね、エントランスの上のこのキャノピーとか屋根の豆知識。キャノピー言うねんけどさ、もこさんこれ何であるか分かるやん。雨をしのぐため。まあそれもあるかな、うん。まあ、結構界隈では、まあ、ディズニーのパクリやってる方もいると思うけど。ディズニーにもあったっけ。ディズニーもあるんよ、エントランスにね。そうやったっけ。けど実はそういうわけじゃなくて、うん、まあ、このね、キャノピーやけどさ、昔の映画スタジオにあったんよ。うん。でこれやけど理由がですね、まあ、どの時期でも映画撮れるためにあったよね。なるほど、うん、だ雨しのぐためってこと。そう、もちろん雨しのぐためでもあるし、夜になっても明るい状態で撮れるためにこれがあるよね。あ、ちょっとなんか青白くなるもんね。そう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 、だからそれが再現されてます。それだけ一個の雨知識だから、ただの雨対策じゃないよねまあ今はもう雨対策やけどあとここのユニバーけど、地面見たらマンホールあるやんか、うん、そこのマンホールとか見ることある？うん、あんまりないかな。ないや。ここのね、まあ、例えばこのキャラビンしたハリウッドエリアのとこにはですね、うん、ビバリーヒルズとかで書いたりとかさ、うん、ニューヨークエリアとかニューヨークエリアのマンホールやから、ニューヨークとか書いてたりするの。地域によってエリアによってマンホールの種類が違うよね、うん、マンホールを見るだけでも、まあ、ここのエリアは違うなって分かってくるのも楽しみの一つですね。なるほど。マンホールだけ見んでもすごい楽しいです。で、次はですね、またこの地面ケイティ。また地面？地面か天井しか、地面か天井しか見てないよ前を見たいんやけど。これほんまにさ、みんなほんまに気づいてないと思うけどさ、うん、ユニバの地面見たらね、いろんなね、標識が書いてないよ。あ、ストップとか。そう、例えばですね、あそこの、まあ、ストップって言ったらもちろん、まあ、ストップやんか、うん、これはね、アメリカの速度制限表してます。そうなんよ。そうそうそう。で、こんな風にね、ユニバの道路ってよく見たらアメリカの道路標識になってるよね。うん。で、マコさん、ニューヨークエリアやってきました。はい。で、ニューヨークエリアって言ったらどういうイメージある？ニューヨークって。ニューヨーク？ちょっと怖いイメージある。ちょっと怖いイメージなんだ。そう、ここのニューヨークエリアですね、1930年代の世界恐慌のニューヨークをイメージしてるのね、うん、で世界恐慌は皆さんもご存知と思うけど、もう世界中がね、もうすごい貧乏になったっていう時代だよ、うん。ニューヨークエリアって言われて何のイメージあるって言われて、世界恐慌のイメージあるとは並んでないんだでもここは世界恐慌のイメージになってるから、うん、かしらね、動揺してるっていうか。なるほど。そう、でさっきさ、俺マンホールの豆知識言ったやんか、うん、でここにもね、今日ねマンホールがあるやね、うん、けどこのマンホール見てさ、なんか僕さ違和感感じへん？さっきと違うよ。何が？か、標識が。あ、標識が違う。うん。いや、その周りはないかな。その周りがなんかひび割れてる。そう、実はですね、ニューヨークエリアって世界恐慌がテーマやからこそ、うん、お金がないんよ、うん、ということは地面をきれいにするお金もないんよね、うん、なるほど。だからここのエリアの地面はもうひび割れがめっちゃ多いっていう、うん、あ、直せないからね。直せないっていう、お金がなくてっていうのがあったりするよね。で、もこさ、うん、このユニバ来たらよく見かけるこの銅像、うん、何かわかる？何やったっけ、なんかカレーみたいな名前だカレーなんかそんな感じ。ルーマサーマンね。あ、そうそうそう最初のルーだけやん、それカレーのルーやん。マスターマンもなんかマスターマンカレーみたいなまあ、でもこのルーマスターマンはユニバーサルスタジオの元社長なんやね。あ、そうなんや、うん、で、何をしたかって言ったら、もう一個言ったらスピルバーグ監督を有名にした人って感じかな。めっちゃすごい人やん。めちゃくちゃすごい人、うん、うん、ユニバーのオールドディズニー的な感じ。まあ、オールドディズニーはディズニー作ってる人やけど、うん、私は社長やけど、まあ、とりあえずすごい方だよね。すごい人で、こんだけね、一人になんかメガネ持ってるよ、うん、あれ何かわかる？メガネじゃないの？ 3D メガネ。いや、そうなんや。そう、持ってるから、そこら辺面白いから皆さん見せてください。
で次はねミニオンパークの豆知識ねちょっと紹介していきます。はい、でちょっと奥行ってきますわ。奥、うん、でちょっと人が多くてね、うん、それもいいって話すことはできなかったですから、うん、このミニオンパークにはスペースキラーっていうゲームコーナーがあるよね、うん、この後ろにあるミニオンの目なんよ、うん、この目やけど気によって動くよね。ほんまに、うん、ほんまに俺前来た時と違ったの。ほんまに、うん、で俺動く瞬間は見れなかったけど、うん、動く瞬間もあるらしいよどうやら。でもこれはほんまに不定期らしいからほんまに運良くなかったら見ることができないんだけど、5分に1回とか動いてるわけちゃうんや。そういうわけでもないらしいわ。モコさん、ミニオンパークからジュラシックパークエリアまでの間の道はなんていうか知ってる？サンフランシスコエリア。そう、サンフランシスコエリアやけど、ここのサンフランシスコエリアは主に3つの要素ができてるんです。答えれる？全然。まずは港町でチャイナタウン、そしてケーブルカー、この3つの要素がここのエリアにギュッとね凝縮してるんです。でまずはですねちょっと順番前後するけど、チャイナタウンに関したらモモクさんは分かるよねこれは。ここのね、まあ、ドラゴンズパール、なんかなんでさここにさ中華料理屋さんあるかって不思議と思わなかった？ここのサンフランシスコエリアはもともと、もともとでか今もやけどチャイナタウンなんで、だからこの中国のお店があるねここに。なるほどね。そうだから今韓国の料理人気やから、ここ韓国料理できたらいいやんけって思う方もいると思うけど、そういうわけじゃないよね。世界観があるから。あとはもう一回地面行って。また地面？地面、地面見たらモクさん分かる？なんかレールみたいなのあるね。そう、あのサンフランシスコケーブルカーというね、まあ、世界最古の手動式のケーブルカーがサンフランシスコにあるんよ。それを元にしてるよねこれは。いいよねこういうのも。あとラストは港町紹介するけど、港町って言ったらこのねロンバースランディングとかかな。あ、まあイメージあるね、イメージ、うん、でちゃんとねほら船とかがあるんよね、うん、これは港町だからこそ船とかが置いてたりするんよ、うん、なんか適当にラグーンに接してるから船が置いてるわけじゃなくて、ちゃんとそういう理由があるってね。あ、なるほどね。そうそうそう、のがあります。で今ねサンフランシスコエリアからジュラパエリアにつながる橋にいるけど、うん、なんか聞こえへん、キラキラキラって。そう、これなんでかわかる？これはわかる。あ、俺何回も言ってるからか。これはねもうテレビでも紹介されてる。あ、されてるっけ。あのこのキラキラはですね、うん、世界観の音を紛らかしたね、うん、このサンフランシスコエリアとジュラシックパークエリア全く違うエリアになるけど、ね、音楽にしちゃったらすごいパニックになるよね、うん、でもこのキラキラがあることによって音楽がもうバンって吹き消されるよ、うん、そういうのがあったりします。確かに。ディズニーもなんか滝の音とかでやったりしてるらしいよね。ああ、確かにね、すごいよね。そういう感じのもユニバがありまして、うん、だからただ単にねこのキラキラキラいい音やなってわけだけど、そういう役割があるよね。でジュラパエリアにやってきました。でここはもちろんジュラシックパークの世界やんか、うん、でここのジュラシックグランドで話したりとかも、まあ、あるのはあるけど、今回その中でもちょっと面白いものをちょっと紹介します。はい。でここのジュラパエリアに自販機があるよね。うん、あるね。でそこの絵画に恐竜とコカ・コーラの化石があるよ、うん、これ、まあ、面白いのは面白いけど、ここに隠れ USJ っていうマークがあるよね。モク、うん、さん分かるよね。うん、うん、USJ っていううん、マークになってるから皆さんこれも見つけてください。でモコさん、アミティビレッジやってきました。はい。でもアミティビレッジとかってあんま言わへんのかな、みんな気にしてないのあんまり。うん。でもここのアミティビレッジにも豆知識があって、地面地面見たらさ、うん、あの途中でコンクリートが剥がれてるよね、うん、でこれなんでかって言ったら、ここアミティビレッジってさ、そもそも漁業の町やったよね、うん、それが今観光の町になってるんよ。そのために上にね新しいコンクリートを塗ったんやけど、それがまた剥がれてきてるっていう状態です。なるほどね。そうだから地面見ても時間経過が分かれて、あともう一個時間経過が分かるものがねもう一個ねあるから、それちょっと見に行きますわ、うん、ここであることが分からないけど、もこさん分かる？船がある、うん、そう船があるけどさ、うん、あそこの真ん中見たらさ色変わってない？あ、船の下の部分ね。そう、赤からちょっと黒色っていうかに変わってるんよね。あ、なんかちょっと濡れて劣化した感じ、ね、そう、あれなんでかしたら途中まで、まあ、色を塗ってたんやけど、もう漁業しなくていいようになったから、もう途中で塗るのやめてって、
ほんまに？ほんまに。だから水に使ってたとかいう設定じゃなくて、だからそういうわけじゃなくて、例えば右と左たら色塗ってるもの色違うやんか。それが途中まで塗ってたんやけど、漁業の町から観光の町になった途端に塗るのやめたっていうのが、ここの時間経過で分かるんや、この船の色の形で、そうなんや、この色の違いだけで分かるっていうの。塗ろうや、どうせ飾ってやるいや、もう塗らなくていいようになったからやろ、多分、え、ほんまに、ほんまにっていう設定な、っていう設定すごいな、で、次はですね、この上手なアトラクションの前にはでっかいサメさんが吊らされてるやんか、これ豆知識っていうのかな、ほんまに細かい設定やねんけどさ、このサメがくくりつけられてる紐のね、木の部分やけど、ちょっとね曲がってるよ、やっぱ重いからかな、サメが。そうそうそう、だからそこら辺もね、ちょっとこだわって作られてるのがここの良さですね。なるほど、ほんまに細かいけど、皆さんこれ見つけてください。でも一応ね、このサメはメスって言われてます。あ、これもメスなんや。そう、上手に出てくるのはメスって言われてるね。なんか調べたら、海上に出てくるのはメスらしい。オスは出へん。生物学的にも。からメスって言われてるよね、これ。ともこさん、ハリーポッターエリアにやってきました。はい。で、ここのハリーポッターエリアに向かう途中にさ、本の車でやんか。これなんとね、後ろから見たら、ほんまになんで四角に作ってるかわからんけど、あまり柳が穴開けた跡があるんだ。ああ、ほんまね。そう。これ本番ね、みんな見落としがち。これマジでみんな知らんのちゃう、光った後の問題、そうそうそう、なんかあるから皆さんこれ見つけてください、なんでこんな時に作ったんやろ、そんな怖いね。で、魔法界のホグワーツやってきました。はい。でここが豆知識、まあ1個言うとしたら、もちろん遠近法とかで出かけて見せてるのもあるよね。なるほど、でも今回そういうのじゃなくて、やっぱ湖だけど、この湖やけどね、あのね、黒い湖になってるよ、めっちゃ黒いよね。そう、ていうのも下にね、黒いシートを詰めてるからちょっと黒くなってるよね。で、これ黒くした理由があって、この逆さホグワーツ、見せるようにするために黒い湖にしたんよ。あ、そうなんや、で、このヒントとなったのが富士山。富士山、富士山の近くに逆さ富士ってあるやんか、それも同じような原理だよね、ちょっと黒かったりするよね。え、あそこもなんかシート引いてる。シート引いてないけど、それは自然の現象でなってるけど、逆さ富士を、まあ、その参考にしてこの逆さホグワーツの湖作ったよね。そうなんや。そう。で、ちなみにこれね、日本だけ。他の国のとこないんや、こんな。ないらしい、今のところ。北京も行ったけど、北京湖なかった、そもそも。あ、そうなんや。あ、言うとったね。だから、これほんまにね、日本人が考えた発想の一つやから。皆さん、これもまさそういう店で見つけてください。なるほどね。これ初め見た時、できたばっかりの時さ、見た時、え、できたばっかりやん、めっちゃ汚いやんって思っとってん、黒すぎて。なるほどね、そういうことね。そういうこと、もうずっと汚いわけじゃないから。そういうことね、なるほど。で、正直言ってハリーポッターエリアに関しては飲み知識いっぱいあるけどさ、これ紹介してたらこれだけで1本の動画できちゃうよね。で、今回ある程度全部回る感じだから、今回ここまでします。けど続き見たい方はですね、ぜひね、コメントで続き見たいとか書いてください。で、モコさん、ハリウッドエリアにやってきました。はい。で、ここのハリウッドエリアの地面見たらですね、うん、いろんなね、映画スターとか、いろんなスターの名前が書いてるよ。へー。で、これね、ハリウッド大通りっていうのが実際にあるよね、ハリウッドに。それをね、まあ、再現しています。だからもうみんななんか見たことあるような名前とかもね、あるから。で、これもね、チェックしてください。だからほとんど地面やったな。なんか今は歩くだけ、もう地面見るだけでも楽しいというのが今回分かりましたから、何かするわ。はい。っていう感じですかね。はい、じゃあ今日はですね、豆ちゃんツアーやってきました。はい。まあ、ほぼ、まあ、豆知識を紹介するだけの。豆ちゃんツアーっていうか、地面ツアーっていうか。まあ、そうやな、ほぼ地面ツアーやったけどさ。でもまたね、これが好評でしたら、ほんまにね、まだまだあるんよね。言いたいことが。そこら辺もね、また紹介しようかなと思ってます。はい。だからぜひね、続き見たい方はコメントね、ください。だけで、ね、これからもね、いろんなね、楽しい動画を見てね、ぜひね、チャンネル登録、高評価、クリップ、グッドボタンお願いします。じゃあ、バーン。